こんにちは、りょうこばあばです。昨年度この虎の耳に巾着を編んだんですけど、今年も来年の干支のうさぎ用に編もうかなと思ってるんですよね。で、編み方としてはここ本体は虎の編み方と同じなので、編み方は概要欄に貼り付けておくんですけど、こんな感じでちょっと編んでみました。だけど高さがです、高さがですね、全然違うんですよね。確か針の号数が違うと思うんですけど、同じね、同じ目数で段数も同じなんですけど、うさぎさんの方がちょっと高さがありますよね。こっちは4号針、かぎ針の4号針で編んだんですよね。確かこっちはもしかしたら3号針ぐらいで編んでるかもしれません。で、とりあえず4号針で同じ9段編んでるんですけど、この編み方で4号針で他のねパーツも編もうかなと思います。大きさ的にはですね、高さ的には全体が9センチ上から下まで、で虎の方が 7.5 センチですね。 1.5 センチほど高さがちょっとこっちが低いですね。だから確かこっちは3号針ぐらいで編んでると思うんですよね。今回は4号針で編んでみました。それであと耳ですね、耳を編むんですよね。今から耳を編もうかなと思います。糸はですね、虎の方も今回のうさぎの方も浜中さんのピッコロですね、浜中さんのピッコロで編んでいます。今から耳を編もうかなと思います。一応うさぎの虎と同じですけど、本体の編み方はこんな感じで書いてるんですけど、もう編み方はね虎の方を見られるといいと思います。今から耳を編みますね。耳は輪の中に細編みを6目ですね。細編みを6目。6目編んで最初の目に引き抜きます。そしたら次が12目ですね、倍ですね。根元に2目ずつ、あとずっと2目ずつですね。最初のところに引き抜きます。だから3段目は2目だけ増すんですよね。で14目にしますね。そしたら最初立ち上がって立ち上がりが向こう側ですよね。で表の方が、耳の表の方がこっちですね。だから両脇でここら辺で1目ずつ増やしていきます。ここで1回増やしますね。でまた1目ずつ細編みをして、こ
ら辺で一目増やしますね。あとはそのまま一目ずつ細編みを編んでいきます。で3段目ができましたね。では456段は増減なしでそのまま14目ですね、6段まで編んでいきます。6段までね編んできました。7段は2目減らして12目ですね、2目減らします。だから増やしたところらへんでまたね減らします。次この辺で減らしますね。でまた細編みをずっとして途中でまた一回減らしますね。ここで減らして、2箇所減らしました。あら、引っかかってるね。で7段目が終わりました。7段目が12目ですね。で8段目も増減なしで12目ですね。じゃあ、あと1周していきます。8段目が終わりました。で9段目ですね。9段目も2目減らして10目にしますね。で10段もそのまま増減なしで10目ですね。立ち上がって減らしますね。この辺で1回減らします。9段目が2目減らして10目にしましたね。で10段目は増減なしですので10段目編んでいきます。11段目まで増減なしでしたので10目ですね。 9段目で2目減らして10段11段が増減なしで10目ですね。だから11段まで編んできました。で12段目はまた2目減らして8目にしますね。2目ずつ減らしますね。立ち上がって ここで減らします。また次で減らしますね。12段が折りましたね。で13段目も2目減らして6目にします。
最後の一目を細編みして最初の目に閉じます。これで耳ができましたね。こんな感じで耳ができました。耳をね2つですね。そしたらあとは紐ですね。紐は編んでるんですけども、鎖編みを85目編みました。こんな感じで2本ですね。まあ長くすれば 100目ぐらいでもいいんですけど、だいたい広げた状態でこう長さをこう当てますよね。端からだいたいこう幅から 5、6センチ出るぐらいでいいと思うんですよね。こう縮めた時にこう紐の長さがこのくらいになるのでちょうどいいんじゃないかな。合わせてここから5センチぐらいですね。だいたい85目しました。まあ手のね強さとかもありますのでね、その辺はもう臨機応変にしてください。そしたら、次目ですね。目は輪の中に細編みを6目ですね。これだけです。でこんな感じで黒で編みました。そしたらあと花の部分ですね。花の部分は今から編みますね。楕円に編むんですよね。花の部分は鎖編みを1、2、3、4目編んで4目編んで3目目に細編み、楕円ですね。で端っこの目にあと2目入れます。そして真ん中の目に細編みで端っこに細編みを2目閉じますね。閉じます。で次は、端っこの3目に2目ずつ細編みを入れますね。で最初の目に2目細編みを入れて真ん中は1目で端っこの目の最初の目に2目次も2目次も2目次は1目次は2目次も2目で終わります。で最初の目に引き抜きますね。これが2段目ですね。で3段目は根元に1目次が2目次が1目次が1目次が2目次が1目次が2目次が1目次が2目次が1目次が1目次が2目次が1目次が2目2目で終わります。そして最初の目に引き抜きますね。これが花の部分になります。で花の部分は裏を表に
裏を表にしてこんな感じで縫い付けますね。でそこにここに刺繍でこう黒の糸でちょっと口っぽくしますね。これでパーツは終わりですよね。そしたらですね、耳は一応こんな感じでステッチかけてるんですけど、面倒かったらね別にしなくてもいいと思います。で羊毛フェルトとか持ってらっしゃる方はここにね羊毛フェルトでチクチクしても可愛いと思います。これはモヘアの赤い糸でねちょっとステッチみたいにしたんですけど、こんな感じでこうねうさぎっぽくこうつけようかなと思っています。パーツを編んだので組み立てていこうかなと思います。この花のところですね、編んで、まあ、黒いピッコロの糸でここを何回かね往復させて、ただもう紐をねこう糸をこうつけただけですけどね、今ボンドでねくっつけてるんですけどちょっと外れるんですよね。と一応パーツを揃えたので紐を通そうかなと思います。こんな感じで両方ね紐を通しました。ちっちゃいんですよね本当に。今から耳をつけようかなと思うんですけども、こんな感じですかね。つける場所がですね、これにつけようかなと思いますけど、
片方をつけて、あと片方ね、つけてきます。耳がつきましたので、今度は鼻をつけていこうかなと思います。こんな感じで鼻をつけましたね。そしたらあと目ですね。目を貼り付けようと思ったんですけど、接着がねきちっとならなかったらいけないので、ここも縫い付けますね。ここはもう縫い付けていきます。目を縫い付けてきました。こんな感じで仕上がりました。トラさんの時はね、耳は両脇にねこうつけてたんですけど、こんな感じでね両脇につけてたんですけど、うさぎだからちょっと前の方につけてみました。うさぎさんも可愛いですね。で、紐の端々は結んでカットしましたね。こんな感じでミニミニの巾着ができました。これにね、お年玉とか入れて差し上げると、子供さんもね、ちっちゃい子供さんだったら喜ばれるんじゃないかなと思います。でその後はね、小物入れとかにもできますし、アメちゃんとかね、なんかちっちゃいなくしそうなね、小さい小物なんかも入れて使えるんじゃないかなと思います。お子さんであったりお孫ちゃんにね編んであげると喜ばれるんじゃないかなと思います。今回はね、昨年同様にうさぎの、ミニの巾着を編んでみました。
ではね、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。